横隔膜は肺呼吸に関わる筋肉の一つである。哺乳類にのみ存在する。横隔膜の断面図哺乳類の強行と復腔の境界にある板状の筋肉であり、胸角加工の周りから起こり、血管、食道が横隔膜を貫くための参考がある。横隔膜の上には両側の肺及び重角が乗っており、右側の下には 肝臓が左側の下には胃が接している。基地部は腰椎部、胸骨部、肋骨部の三部からなり、ドーム状に胸硬に、接収する。停止部は、横隔膜中央部の腱膜。横隔膜が収縮すると円害が下がり、胸硬が拡張し、胸硬内圧が低下し、肺が拡張し吸気される。そして、横隔膜が弛管することによって肺が収縮し、 息が吐き出される。すなわち、腹式呼吸が行われる。支配神経は、軽神経からの横角神経である。横角膜は、骨格筋かつ随意筋であり、肺呼吸の頻度を、ある程度ながら、意図的に制御できる。しかし、睡眠中は、脳幹からの信号により、自動的に運動することで、睡眠中の肺呼吸を助ける。なお、この運動は、 意識不明に陥っても行われることがある。また、横隔膜は腹直筋、骨盤底筋などの腹部骨格筋とともに腹圧の形成に寄与し、哺乳類で発達した排便や出産で重要な役割を演じている。横隔膜の一部が破綻し、腹部臓器が胸口内にメ入してヘルニアを形成することがある。特に食道劣行から胃が活脱する病態は、 頻度が高く、食道劣行ヘルニアと呼ばれる。子宮内膜症が横隔膜に起きた場合、月経期になると横隔膜が穿通して、復腔と胸腔が交通してしまい、気境をきたすことがある。横隔膜の痙攣で起こる現象がしゃっくりである。牛の横隔膜は、食材として用いられ、腹側のあばら骨に接する部分を腹身、腹み、配側の腰椎に接する部分を下がりという。 呼吸の制御から07、肺と軌道の病気 MSD マニュアル家庭無主、内臓の V 図鑑。ありがとうございます。